皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、SNS を一生懸命発信しても集客できない教室の先生の共通点とは、ということについてお話をしたいと思います。私のクライアントさんは、教室の先生がメインなので、まあ、いろんな業種業態の教室の先生多いですし、教室業以外の方もコンサルは見ているんですけれども、大まかに8割9割弱かな、教室の先生が私のコンサルを受けてくださっている業種業態になります。で、特にさらに言うと、私自身がパンの教室を立ち上げて実際に運営して、で、その感想というか、まあ、データをもとに、コンサルをしているということもあり、どちらかっていうと食関係の先生がさらにうちの場合には多いというのも特徴だったりしています。それで、教室の先生っていうのは、まあ、だから女性が多いわけなんです。自宅教室の先生なので。そうすると、まあ、集客っていうことを考えた時に、まあ、あまりリスクを取りたくないっていうことと、体はそんなに動かしたくない、まあ、何を言ってるかっていうと、アナログ戦略ですね。肉弾戦と私が言っている、いわゆる やんないですよ、先生とかやらない方ほとんどなんですけど、街頭でチラシを撒くとかですね。これ確率悪いんであまりおすすめはしないんですけど、マインド鍛えるのにはね、いいですよ。もらってもらえないから、まず。そうすると余談ですけど、何がいい効果があるかっていうと、チラシを配ってこんなに効率が悪くて残念な思いするぐらいだったら、ネットで集客した方が楽だよねっていう、ネット集客のハードルがめちゃくちゃ下がるっていう、まあ、効果効能はあるんですけど、まあ、それはさておき、今日のテーマは要は SNS を一生懸命発信してもっていうのが、まあ、そういった先生方が大概やるのが、まあ、ブログ、しかもアメブロが多いですね、割とね。以前は商用利用禁止だったのが、今は商用利用も OK になったんで、まあ、やりやすくはなってるんでしょうけど、まあ、それでも一時期の爆発的な人気で、こうそれさえやっていけば集客できるっていうほど、集客力はあるような媒体ではなくなってきてますね。その代わり現状今台頭してきているのはインスタグラムになります。インスタグラムはまだ可能性はあるんでしょうけれども、皆さんがインスタだインスタだというので、インスタの方の集客もさらにクオリティがアップしていって、きっと大変になっていくんだろうっていうことは予測される SNS の一個になっています。で、まあ、それをね、一生懸命発信してる方いらっしゃいます。当然私のところに新規でご相談に来る方っていうのは、毎日やってますとか、さらにもう一歩進んでる先生なんかだと、みんながまだやってない動画までやってる方もいらっしゃいます。本来は動画もやるとイニシアチブはかなりあるんですよ。あるんだけれども、それをやっても集客できない、集客できないという悩みでいらっしゃいます。で、そういう方のお話を伺うとですね、まあ、基本的にある共通点が見つかり、そこをやっぱり根本的に直さない限りはですね、 SNS 集客やっても集客できないですよ。ということで、今日はそのどんな共通点があって、どんな対処してったらいいのかということについてお話をしてみたいと。まずですね、まあ、本題の方に入りますけれども、SNS 集客を頑張ってる人はまあまだいいです。そもそも頑張ってない人もいますからね。頑張らないっていうのは、全く無名の人が自宅で教室をやったからといって、世の中の人ないしはそのサービスを欲しいという人がそれを見つけることができる確率ってどれぐらいあると思っているんだろうかっていうふうに思ったりとかしますね。量が圧倒的に足りない方が多いケースが多いです、ご相談されるときに。例えばそのブログ更新してるんです、月4回とかね、こすいません全然ね、更新してることになってないっていう、まあそもそも量の問題もあるんですけれども、更新の内容頻度よりもですね、
まあ、さらに根本的に問題なのはその内容なんですよ。いや、私ブログの書き方講座とか行って、そう、こういうふうに書いて、こういうふうにこうキャッチーな言葉を使ってお客さんの気持ちを響かせるとかっていうのも習いましたとかいう方もいらっしゃるんですけれども、いや、それもしないよりはした方がいいですよ。伝わりにくいよりは伝わった方がいい。あと人によっては、例えばそのホームページとかも持ってます。ホームページにも、そのお客様がね、来てくれるようなキャッチコピー講座も習って、そのキャッチコピーを入れてるんですとかっていうふうに言われてですね、まあ見るんですけれども、キャッチコピーの作り方は知ってるのかもしれないんだけれども、表面をなぞってるだけってことはやっぱり集客できないんですよ。だからいくらその文章がね、上手に書けるようになっていたりとか、キャッチコピーが上手になっている風だったとしても、根本的な要因がクリアできてない、それ本人が気づいてクリアしない限りはですね、集客できないんです。では、答えを言います。その具体的なものっていうのは何なのかって言ったら、やっぱ事業の方向性とか、内容を決めるコンセプトと呼ばれる部分、これがどうしてもやっぱり必要になってくる。で、これもお話をするとですね、いや、コンセプト私作ってますとかっていう方いらっしゃるんですけれども、本人が作ってるような気持ちになっていて作ってないっていう状態なんですよ。具体的に言うとですね、まあ、パンとか、まあ、お料理関係も本当にすごく多いんですけれども、キャッチコピー作りました、うちの教室はって言って、若い方から年齢上、年の上の大人の方まで、若い方っていうのはお子さんも入るんですけれども、年齢上の方まで、初心者から上級者まで学べる、優しく教える簡単おいしい癒しのパン教室、少人数制、丁寧に教えますみたいな、まあこれちょっと長いんですけどね、こんな感じなんですよ。で、本人はコンセプトを作ったつもりでいる。だけれども、まあビジネスの観点から考えた時にですね、まあ、そのじゃあ本人が頑張って作ったと言われるそのキャッチコピーを見た瞬間に、あ、私その教室に行かなくちゃいけないというふうに思うような内容になってるかっていうと、さっき言った事例っていうのは、誰でもいいということは結局誰にも響かないっていうことになるし、昨今の傾向は、何でも屋さんよりは専門家の方がいいわけですよね。だから、何でも屋さんの方がいい場合があるんですよ。一箇所で全てが終わるから。そういうことを便利に思う人は、そこをすごく便利に思うかもしれません。例えば、私はパンを習いに行ってるけど、先生は料理もお菓子も、雑貨系、アイシングもビーズも何とかも全部教えてくれるから、その先生だから一箇所でずっと通いたいわっていう人は選ぶかもしれません。だけれども、通常は教室業っていうのは、何かその人、生徒さんがですね、学びたい、あるポイントがあったとして、で、そのポイントを学ぶために行くケースが多いんですよね。そうすると、検索をどうやって検索するかっていうと、その自分が習いたいことを解決してくれる教室を基本的に探していくことになります。これはご自身が物を買う立場になった時に、経験したことあると思うんですよね。まあ、病院でもそうだと思います。もうどう考えても鼻水が止まんなくて、鼻が状態が悪いかったら内科でももちろんいけるかもしれないんだけれども、よく聞く手っ取り早くきちんと診断してくれてっていう細かい内容まで知りたかったら耳鼻科行く方がやっぱり早いですよ。で、目がかゆいとかっていうとやっぱり眼科行くじゃないですか。
そういうことなんですよね。だから何か困りごととか、これだっていうことをお客様が自覚しているようなケースの場合には、通常それを解決してくれる教室を中心に探すのが通常になるので、さっきみたいな教室、言ったような教室は引きが弱いというか、特徴が出にくい状態になっているので、お客様から選ばれにくいんですよね。総合が好きな人、総合病院とかだと一箇所でね、全部人間ドックとか、ああいうとこは総合病院とかじゃないって見てもらえないから、総合の方がいいんですけれども、通常は最近の傾向で言うと、やっぱり私はこれを知りたい、だからそれを教えてくれる先生が好きみたいな、そういう話になっていくわけですよ。で、じゃあ自分は誰のために何を教える教室なのかっていうのをかなり具体的に細かく決めないと、その言葉を作っていくことができないので、キャッチコピーとか、その言葉そのものっていうのは言葉遊びなわけじゃなくて、コンセプトに基づいた対象顧客がぐっと目を引くような言葉で作っていくのがキャッチコピーになるんですね。で、さらにそのキャッチコピーの内容に近いようなこと、ないしはホームページの特徴ですね。それが、あ、行きたいと思うような内容になっているホームページに沿った SNS の発信をしない限りは、連動しないから人が集客できないんです。だから、綺麗な写真を上げてればいいわけじゃなくてですね、汚いよりは綺麗な写真の方がいいですよ。あくまでも発信する内容はコンセプトに沿った発信をしなくては SNS 集客ができないわけですよ。ですから、キャッチコピー作りもその手前の部分での作業にはなってくるんですが、同様のことが言えます。例えばですね、ハロウィン、ちょうど今ハロウィンの時期だったりしてたんですけれども、そのハロウィンのグッズって、結構今ね、通年とは言わないけど、結構長くね、売れてるものにもなってるらしいんですけれども、通販の人たちとかはやっぱり上手ですよね。そのハロウィン商戦でいっぱい同じようなものを扱っている人がいる店舗の中で、自分の店の自分の商品をどう買ってもらうのかっていうのを必死に考えて、やっぱりキャッチコピー作るわけですよね。じゃあどの人を呼ぼうかっていうのをやっぱ考えないといけないわけですよね。で、例えば、友達の爆笑間違いなし、女性が大笑いするハロウィン衣装ベスト5とかね、いう感じになると、ハロウィンの衣装の中でも受けを狙いたいパーティーで着たい人はそのページを開けるかもしれません。または、着るだけで映画の主人公になれる、マスコミで話題のハロウィンコスプレとかって言われるとですね、一時期アナ雪のね、エルサでしたっけ、あちらの青いドレスの、ハロウィンの衣装がすごい人気、シーズンでしたけどね、人気になったこともありますけど、パイレーツ・オブ・カリビアンの海賊の雰囲気とか、そういう海賊系の、衣装とかもありますし、そのお姫様、中世のお姫様みたいなね、衣装とかも、もちろん当然魔女とか、いうのもありますよ。だから、そのコスプレにしてもですね、何を求めているかっていうことで、キャッチコピーが全部変わってきて、単にハロウィンの雑貨を使っていたとしてもです。例えば999円均一とか、訳ありコスプレ、大放出とかって言われるとですね、訳ありコスプレ、傷になっているのか何のか分かんないですけど、そういうのがあるから安いよっていうのを、最初から言っているっていう、そういうとにかく安さで使い捨てでいいやっていうタイプの人はそこに行くかもしれないですね。スタンダードなのはね、魔女の衣装ですけれども、私は通販やってませんけれども、例えばもうだから海賊とか赤ずきんちゃんとか、もうそういうのは全部ね、捨ててですね、もしかしてですよ、ハロウィンコスプレ、魔女のコスプレ日本一品揃えとか、
専門店とかってもしかしたら言っちゃうかもしれないですね。だから魔女のコスプレを探している人だけに特化するみたいな。売れるか売れないか分かりませんよ。どの衣装が一番探されてて、どの衣装が一番買いたいというふうに思ってる。この揃え方にした時には低価格から高価格まで揃えることになります。または、その大人女性のための、ちょっとおしゃれな、そうだな、ちょっとおしゃれな女性に憧れられるハロウィン衣装専門店、っていうような形に。だから本物より本物らしいとかね、なんか名前わかんないですけど。そうすると、例えば1万円くらい出すと、割とこうしっかりした作りの、まあ本当のっぽいのが出てくるので、本物志向とか、それによってこうちょっとブランディングしたいようなタイプの人とかを中心に集める、きれいめの、人が見てもハロウィンだけど子供っぽくなくておしゃれだよねって言ってもらえる衣装だけを揃える専門店とかにしちゃうかもしれません。もちろんリサーチはしますけどね、どの領域がいいかっていうところで。で、余談なんですけれども、私自分のハロウィンパーティーとかで毎年、まあ、催し物イベントはやるんですけれども、それと同時に、ハロウィンの衣装とか毎年変えてるんですよ。まあ、スタンダードで言うと魔女は2回ぐらいやってますけれどもね、色違い、オレンジ系の魔女と紫系の魔女と、あとウィッグもクリーム色っていうか、クリゲブロンズ系のものと普通のブラウン系とかやったりとかしてたりとか、あとはパイレーツ・オブ・カリビアンみたいな、そういう海賊系の衣装で、やったこともありますね。で、まあ、それが3回続いて、今回4回目だったので、何着ようかなっていうふうに思って、なんかミイラとかああいうのってあるじゃないですか。で、感じから引っ張っていったら、ゴシックロリータ、ゴスロリっていうところにたどり着いてですね、あ、そういう領域って、で、そうね、あり得るかもね、黒いしハロウィンだしと思って、ゴスロリっていうキーワードで引いて衣装を探したら、やっぱね、そういう専門店ちゃんとあるんですよ。私ちなみにゴスロリワールドっていうところで買ったんですけどね、ハロウィンの衣装。なのでちゃんとね、やっぱ専門店あるんですよ。だから自分が欲しいものに近いものがバーッと並んでるから、選ぶのが楽なんですよね。選ぶのが楽、これね、結構ポイントです。結局、教室業も幅広く何から何までやっていると、お客様ってそれを選ぶストレスがかかっちゃう時代になっちゃってるんですよ、今は。昔は、そういう教室自体が少なかったから、それをやってくれてるだけでありがとう、感謝される。パンをやっているけれども、お菓子の教室近くないから、先生好きだし、先生のとこで習いたいわ、みたいな、まあ、そんな感じだったりした時には、一箇所で全部っていう、まあいわゆるデパートみたいな感じが好かれてたんですけどね。今はだから専門店の方が好かれるし、見てもらえるし、分かりやすいです。で、それを決めた上で、まあ、キャッチコピーとかを作っていって、それに沿った発信をしてる。だから SNS 発信する時に、発信に一貫性がない方は大概この軸がブレている場合があるし、そういった方のホームページに行くと、さっきみたいな謳い文句が書かれていたりとか、そもそもこの教室は何を教えてくれるんだろうっていうのが分かんないとこもありますからね、ヘッダーとか見たとしても。なので、特に、そうですね、お料理系でいう、健康、ヘルシー、優しい、美味しいとか、この辺りの字でオンパレードだったりすると、もう全然なんかわからないです。その教室に行こうという気にはならないです。で、同様に、教室とはちょっと領域違うんですけれども、スピリチュアルの世界の方も、癒しっていう言葉をめちゃめちゃよく使いますよね。スピリチュアルっていうのは、やっぱ癒しと当然連動するから、全然構わないんですけど、癒されたいから、まあ、行くんでしょうけどね。ただ、その癒されたい内容と、
悩みが違うわけじゃないですか。だから例えば夫婦関係に悩んでる、もしかしたら離婚するかもしれないっていう、若干離婚カウンセラー寄りになってくるぐらいの方の癒しないしアドバイスを与えることができるスピリチュアルカウンセラーなのか、あとは、その癒しといっても本当に個人的にその女性の自分の悩み、人間関係でもいいんですけどね、会社職場のあれ、あとは子供とか、大体癒されたいっていう人は、疲れてる、悩みが何かしらあるケースが多いので、その悩みの対象が何なのかっていうものが絞られてる方が頼みやすいっていうことですよね。自分はもしかして離婚するかもしれないって思ってるのに、離婚よりも恋愛、彼とうまくいくっていうちょっとキャピキャピしたようなカウンセラーは多分選ばないはずなんですよ。だったらドーンと表に離婚問題とかに強い、心を癒す心理スピリチュアルカウンセラーとか言われた方が、離婚っていうことをどうしようって本当に悩んでる人の目には留まる商品になります。ですから内容が、要は分かりにくいと選ばれないという世の中になっているということなんですよね。だからパン教室になぜ通うのかっていう、その通う動機とかも当然違いますよね。パンの技術向上っていう人もいれば、生地に触ってるだけで嬉しいっていうタイプもいれば、私のように成形とかデザインが好きで、そういったパン工芸とは言わないんですけど、そういったちょっと変わったパンが作りたいっていうタイプの人とかもね、いらっしゃいますし、それぞれニーズとか違いますね。あと健康面でいうと、例えば低糖質のクラスとかも私は持っていたので、その人たちはパンで何を解決したいかっていうと、日常の、レギュラーご飯を飽きちゃう、同じ味だと飽きちゃうから自分で作ることによってバリエーションを増やせるっていうのと、あとは焼きたてを食べたい、大概そういう特殊なパンっていうのは冷凍で届くものを食べる方が多いので、焼きたてを食べてみたいとか、あとコストが高い、低糖パンは。なので自分で作った方がかなりコストが安いっていうことで、それでも普通のパンより全然高いんですよ、粉が。だけれども、日常常食していくんだったら、自分で作った方が安いので、そういうパンを、作るっていうことで、そちらのクラスさんいらしている方が多かったので、そちらよりの私はコンセプトを作り、それに沿った発信をするっていう、集客のその流れはものすごくシンプルなんですよね。ですから、まず何を解決してくれる教室なのか、どんな喜びを与えてくれる教室なのかっていうのを、そういった食べ物系とかでもいいです、いわゆる教室系も分かりやすい方がいいし、本当に心理カウンセリングとかそっち系の方のスピリチュアル領域の方になると、ものすごくいっぱいやってますっていう人が多いので、その中でさらに特徴を出していかないといけないので、自分は何ができてどういう人を救ってあげたいのかっていうのを、やっぱり再度自分を見つめ直す必要があります。で、私ビジネスコンサルをやっていますけれども、実は、ルノルマンカードリーディングっていうタロットカードではないんですけれども、そういったカードを引いてもらいながらですね、潜在意識を読み解いて、進むべき未来の方向性を確認をして、前に進めるように助言をする、得意領域はビジネスですっていう、そういうこともやってるんですよ。だからなぜそれができるかっていうと、コンサルのスキルとですね、そのカウンセリングのスキルは非常によく似ていて、相手の話と課題点と、やりたいことっていうのを会話の中から見ていくわけですよね。で、カードをもちろん引いてはもらうんですけど、カードはあくまでもキーカードになるので、その同じカードを見た瞬間に、個人の方が思う思いが全然違うんですよね。
まあ、ネガティブカードと呼ばれる種類のカードとかがあるんですけれども、本当にそれをネガティブに捉える場合と全然ネガティブに捉えない人がいるので、それは過去の経験値とか、その人が、まあ、分かりやすいカードで言うとヘビーとかいうカードあるんですけど、ヘビーやっぱ基本ね、ニョロニョロしてて気持ち悪い、ちょっと爬虫類だしっていう、こう割と嫌われる動物の一つなんですけれども、でもヘビってそうは言っても白ヘビとか幸運の神様、金運の神様とかも言われたり、ヘビをやっぱ祀ってるようなね、神社とかもあったりするじゃないですか。だから全てが別に悪いわけではないので、その人の見える特徴、特性、考え方の思考の癖を見抜くというか、理解をした上でどういう方法で前に進んでいったらいいのかっていうことを、まあ、お仕事的にですよ、伝えていくっていうことをやっているっていうふうにして、私は自分のウェブサイトも持ってますけど、得意はビジネスリーディングですって言っているので、女性の方でも仕事のことを相談したい方は私に来るし、あと男性の方のリーディングもします。そういうものを見てもらう機会があまりないから。ということで、恋愛はやんないことはないけど、基本やらない、あんまりやるのが好きじゃないからです、私が。なんでそう書いてると恋愛相談は私のところに来ません。なので、スピリチュアル系なんですけれども、自分のもともとビジネスのスキルがありますからね、方向性つけてあげたら、さらにその方向性を具体的にビジネス的にどう落とし込んで、まあ、集客の話まで場合によってはできちゃいますからっていう、この自分のスキルとそれをくっつけた形でリーディングをするわけですよね。だから、そういう意味ではスピリチュアル系にしては珍しいリーディングする人なんじゃないでしょうか。あんまりこう現実世界に落とし込んだリーディングする人少ないので、割とふわっとした精神論とか、気持ちを上げるまでみたいなところが結構ね、多いので、そこの領域に行ったとしても、私はちょっと変わってる、サービスを提供している人になるかなというふうに思います。ですから、本当にそちら系のね、ものっていっぱいあるじゃないですか。他のカードとか何かを別に否定するわけじゃないですよ。オラクルカードとか、タロットカードとか、なんちゃらカードとか、その人が作ったオリジナルのものもあれば、カラーですね、色から心理作用とかもね、ありますし、オーラソーマとかもありますし、数秘術とか、あちら方面のものもね、ありますし、内面的なものとかだと、ヒプノセラピーとか、そのセラピーもね、いろんな領域のセラピーあるじゃないですか、そう、潜ってってどうとかね。あとは、まあ、ちょっとそっちの領域と違う、霊気とか、占星術とか、占星術はどちらかというと統計学に本近いんですけど、まあでもそういった読み解きとか、お客様のね、お話聞きながらやっていくってことだってあるじゃないですか。ですから、そういった内容を、どの領域が自分できるんですかが、やっぱね、一目見て、ないしは一目見てっていうのは、ウェブサイトで見た時に一目見てだし、キャッチコピーも一目読んだだけで、あ、この人ってこういう専門家なんだ、パッて分かる方がいいですよね。中華屋さんではなく餃子の王将に行きますよね、皆さんね。餃子食べるなら餃子の王将行っとこうかみたいな感じですけど、餃子の王将行ったからって別に餃子もちろん食べるんでしょうけど、まあついでにラーメンとか そういうふうに頼む人だっているじゃないですか。だから品揃え的には餃子が売りなんだけど、中華屋さんと大して品揃え変わらないし、場合によってはそんなにたくさん品揃えしてなくても回すこともね、できたりとかしますからね。なんで、その同じ持っている、自分の専門知識が、必要な人に届くように、ちゃんと自分が理解して外に言っていくっていう時に、一番必要なのは外見から見て一発で分かりやすさ、これがすごく大事だなというふうに思います。だから、同じ、スキルがあったとしても、それを違う人、こういう人に見せていきたい、こういう人に
売っていきたいっていうことを考えた時には分かりやすく書かなきゃいけない。まあそれをだから人によっては絞るっていうふうに言うケースもあるんですけれども、分かりやすさを目立たせるためにはやっぱり絞る必要があったりするんですね。で、あとここでもう一つ勘違いされやすいのが、絞ると他の商品売っちゃいけないんですかとかっていう方もいらっしゃるんですけど、あくまでも入り口は分かりやすい方がいいんですよ。で、中に入って信頼関係が構築できた後、先生が他のことできてて、その人が習いたいって言ったら、まあ、やってもいいですけれども、外向きにそれも全部見せてしまうと、なんか活かせのない先生に見えちゃったりもね、するので。でも私はやっぱりある程度専門特化したところでの領域での展開の方が教室業は集客しやすいだろうなっていうふうには思ってます。そんなことを言っている私ですが、やってる業種業態は4個とか5個とかやっているんですよ。だけれども、その領域での顔の見せ方が違うので、当然ウェブサイト5個とか6個持ってるんですよ。だからその領域で他の専門家と比べられても遜色ないような状態を作っていく一個一個なんですけどね。だからちょっと他の人がやってない、変わってない領域業態がやってるっていう感じにはなるんですけれども。はい。ということで、今日のまとめです。SNS を一生懸命発信しても集客できない教室の先生の共通点とは、コンセプトがきちんとできていない。これがまず第一です。コンセプトをもう一度見直す。それに沿ったキャッチコピーも作ってみる。で、それに沿った発信をする。順番が逆になってるということになります。はい。ということで、もう今一度ですね、自分の教室は誰のためにある教室なんだろうということを、見直してみるとよろしいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。